こんにちは、ブルーホースです。本日も認知の歪み40選ということで、今日はね、後半の20項を紹介していこうと思います。で、そもそも認知の歪みって一体何とか、認知の歪みがあるとどんな問題が起こるのっていう話は前半のパートでお話をしていますので、今日はもう早速中身に入っていこうと思います。後半20項はですね、こんな感じです。バーン。さーっとね、まあ、見ていってもらえたらと思います。で、一個一個寄っていきますね。まず一つ目が、社会的な需要の見逃しっていうことで、まあ、ちょっと言葉は難しいんですけど、実は相手が興味を持ってくれているのに注意が向かないっていうことですね。例えば、あなたが失恋話をしました。まあ、失恋話は良くないかな。まあ、恋愛の話をしていますとか、最近の出来事の、まあ、面白いエピソードトークをしていますってなった時に、相手が身を乗り出して話を聞いてくれているのに、こう自分が話すことが一生懸命になって、相手がどんな反応してくれているのかっていうのにこう気づかないでチャンスを逃しちゃうみたいな感じですよね。例えば恋愛話で、まあ、そうか、そういう意味では失恋っていいのかな。失恋の話をします。そしたら、相手があなたのことは実は好きで、失恋したっていうことを聞いて心の中で踊ってるんですよ。でもあなた自身は傷ついてるから、こう失恋話を誰かに聞いて慰めてもらおうっていう魂胆だったりするんですよね。で、相手はあなたが失恋をしたことで、チャンスだと。で、あなたに、こういい人だと思ってもらって次の、まあ、彼氏もしくは彼女の候補にこう踊り出ようとしているところですごいグイグイっと話を聞いてくれたりとか慰めてくれたりしてるんですけど、あなたは失恋のショックで話すこと精一杯になってしまって、あるいは傷を埋めることいっぱいになってしまって相手の声に気づけないとかっていう、そんなところですね。はい、初っ端ちょっと長くなっちゃいましたね。で、続いて会話のネガティブな想起っていうことなんですが、はい、あ、ちょっとごめんなさい、操作ミスりました。一旦戻す。ほい、OK。ネガティブな想起ということで、過去の会話で自分が失敗したことだけを思い出すということなんですね。例えば、あなたが何かエピソードトークをしました。そしたら話をしていて面白いから笑いが起こったのに、その肝心のオチのところで、あの時噛んでもうたなっていうところだけを思い出して、せっかく受けたっていうポジティブな過去があるはずなのに噛んでしまったっていうネガティブなところだけが記憶に残っているっていうことですね。はい。しっかり受けてるんで安心してくださいって言いたいところなんですけど、そうはならないってところですね。だから事務的な対応を否定的だと思ってしまうっていうことですね。単に相手に事実を伝えただけなのにネガティブに捉えられてしまうということですね。例えば何かあなたが帰りますとか、こんな仕事をお願いしますっていうことをこう部下とかね、まあ、同僚とかに送ったとします。あるいは奥さんに今から帰りますってことを送りました。そしたら了解っていうラインだけが返ってきたってなったら、あ、藁がついてない、もしかしたら今から帰るっていうのは怒ってる、帰るの遅かったのかなとか、まだ帰ってくるなっていう現れなのかなとかね、そういうねドキマギをしてしまうっていうタイプですね。はい。そして続いて24番目が権利への信念ということで、自分が信じていることは相手もそうあるべきだって考えてしまうというタイプです。例えば結婚は30代前半までにしてなかったらもうオワコンだよねっていうふうに考えてしまうということですね。それから25番目、処理能力を低く見積もるっていうことです。まあ、自分のトラブルを処理する能力が、まあ、自分のトラブルを処理する能力っていうのを低く考えてしまうタイプです。まあ、どうせ自分コミュ障なんで、なんか誰かと喋ってもオタクっぽく見られても無理っすみたいな風に諦めてしまうタイプですね。まあ、周りは全然そんなこと思ってないんですけどね、実際は。それからピークエンドの法則に関しては、ある体験が終わった時と感情が最も高まった瞬間っていうのを記憶しやすいタイプです。要は過去に縛られてしまってなかなか前に進むことができない。これなんかは、まあ、年を取ってくるとおじいちゃんおばあちゃんなんかが、あの頃のわしはとか、あの頃の私はねっていう風に語り始めるのは大体このタイプだったりします。例えば、まあ、僕なんかは直近の話でいくと、部活一生懸命やってたんで部活の3年間が楽しかったな、感動高まった瞬間だったなとか、あるいは MVP に選ばれた時は、まあ、人生最高の時だったみたいな感じですね。はい。それから公平世界仮説っていうものがあって、人がしたことには、まあ、自分がしたことにはですね、それに伴った結果が必ず返ってくると。もう努力は必ず報われませんから気をつけてくださいね。はい。努力は正しい方向で、正しいやり方で、十分な量なされて、かつそれを発揮して、実力発揮して、本番実践していけば叶うものになりますんで、注意してください。ということで、続いて28番目は、感情を行動の原因と捉えるっていうことですね。人が行動する原因には必ず感情が伴っているということです。例えば、もっとやる気があれば仕事ができるのになーっていう、自分のやる気の問題にするんですよ。本当は処理能力の問題なんですけどね。はい。
それから続いて29番目は感情を判断の基礎に使うっていうものです。自分の気分をもとに客観的な判断を状況するわけですね。この部屋に入ったらなんか気分が悪くなってきた、部屋の室内には霊がいるからだみたいな感じですね。霊が見えるっていう感情を判断基準に使っちゃってる、やべえっていうことです。それから30番目は割引率への注目っていうものですね。実際に使う金額とか労力っていうのを差し引いて割引率の大きさに目がいってしまうっていうタイプです。例えば隣町で半額セールをやっているからわざわざ電車とかチャリとか車に乗って行くっていう感じですね。実際はそこにかける時間とかガソリン代とか電車代とかを考えたら、実は自分の街で売っているトイレットペーパーを買う方が安かったっていうオチだったりするパターンです。だからお金を無駄に使っちゃうタイプですね。でお金がなくなると不幸になっていくっていう心理学的結末につながっていくんで、気をつけましょうということです。それから31番目、妄想ですね。反対の証拠がいろいろとあるのに、とにかく考えを変えないということですね。170センチで100キロオーバーだけど、俺はデブじゃないって、デブです。あなたは孫うことなきデブです。っていうところなんですが、これが200センチ100キロだったら、まあまあそんなもんだよねってなるけど、170でね、100キロはやばいよ。僕が今ね、173センチの68キロですけど、ここの体重にプラス32キロってなったら、まあ、えぐいなって考えたら、100キロはデブです。はい。170センチで、100キロはデブってことね。100キロが単純にデブかどうかっていうのはまた別問題です。気をつけて。それから、ハロー効果に関しては、一つの特徴から別の要素まで歪めて判断してしまうってことですね。ウーロン茶を飲んだっていう事実から、ポテチの脂肪はチャラだ。食べてしまう。だからウーロン茶を一口飲んだに対してポテチは一袋食べる。デブ完成。はい、次行きましょう。33番目、認知的服従っていうものですね。これは周囲の意見に無意識に従っちゃうってものですね。例えば水素水は売れてるから効果があるものなんだって、最近はなんか効果が実はねえんじゃねえかっていう話題も出たりしてますよね。そういうところです。それから34番目に段階的要請っていうものがあります。例えば小さな頼み事をされたら次のより大きな頼み事も引き受けてしまうということなんですよね。この間1000円貸したから今度は5000円貸してよって言われて、まあ1000円貸したからいいかって言って5000円貸しちゃう。5000円貸したから1万円もいいか、1万円貸したから2万円いいかってどんどん膨れていって、相手が返せないくらいの金額になってた時に、あ、手元に何もない、俺は私は騙されてしまったんだって気づくっていうパターンです。それから35番目、情報的要請ということで、一旦大きな頼み事を断ったら次の小さな頼み事を引き受けてしまうということですね。これはまあある意味恋愛のテクニックなんかでは使えたりします。まあこの例はね別なんですけど、1万円貸してって言って、あ、だじゃあごめん1000円ちょっと今日貸してくれへんかなって言ったら1000円貸してもらえるっていうパターンですね。とかデートに誘うときに、例えばそうですね、ちょっと土曜日、次の土曜日時間空いてへん、ちょっといいバー見つけたから今度行こうやって言って、土曜日はもうちょっと予定が詰まっちゃって無理なんですね、あーそっか、じゃあ7月の23日とかはどうって言って、一度断られて、しかも直近の予定を断られてるから、まあ先の予定でまだ未定だから行っかってなって、一度断って悪いしな、じゃあ23日バー行きましょうっていう風になるとかね。本当に切られてたら23日予定入ってるんですよ、何の予定が入ってるの、うん、なんか入る予定なんですよねみたいな断られ方をする。これよく港区女子使います。はい、それはいいとして、続いて36番目は機械費用の誤認ということで、これ何かっていうと、ある行動をしたときは別の行動をする機会を逃している事実っていうのを見逃すっていうことなんですね。例えばちょっとゲームでもするか、30分くらいやろうかなっていうのをやってしまうと、あの30分で仕事しておけばよかった、火出られないっていう状態になっちゃう、そんな感じですね。だから本来すべき時間を割り当てずに、なんかダラダラしちゃう時間に当ててませんかっていうことです。そして内集団バイアスっていうのは、自分が所属するグループや好みが似ている相手ほど過大評価するっていうことですね。動物が好きな人に悪い奴はいないと、猫ちゃんが好きな奴にぽよぽよしない奴はいないっていうね、ぽよぽよ、いいかわかんないですけど、まあ、顎タプタプとかね、顎ゴロゴロとかね、する人が多いっていうことですね。要は自分の好みが合っている人が好きってたまらないから、それを悪く言う奴はもう敵だっていう感じですね。それから所有物の過大評価。自分のものほどよく見える、うちの子が一番可愛いっていうタイプですね。これ僕今なってます間違いなくなってます。娘がもう可愛くて可愛くてたまらないんで、もう
寝姿とか見たらね、もう寝てるの関係ない、そのまま飛びついて抱きつきたくなるんですけど、起こしちゃいけないから、ほっぺたすれすれのところをこう撫でなでする。エアーなでなでをしていったりします。はい。そして、39番目、時間の見積もりバイアスっていうことですね。タスクが終わる時間の長さっていうのを過小評価すると。よく言いません？なんかこのくらいの仕事なら今日中に終わるかなと思って、全然定時に終わらなくて、気づいたらなんか10時とか11時になっちゃってるとかね、そういうのが、見積もりバイアスだったりします。そして最後、ダニング・クルーガー効果。心理学勉強したことある人だったらね、よくご存知かもしれないですが、知識とか能力がない人ほど自分は能力が高いと思い込むっていうことですね。だから、口癖は本当周りバカばっかなんだよねとか、クズばっかりなんだよねっていうことを言ったりするんですが、なんでダニング・クルーガー効果って起こるかっていうと、知識とか能力がない人って自分の能力とか知能っていうのを正確に測る力がないんですよ。だから周りが若に見えて自分はなんか賢いっていう風に思い込んで幸せだねってなっちゃうんですね。ところが実際は自分で口で言ってることとかやってる成果っていうのと乖離が大きいので、周りはそのダニング・クルーガー効果に陥っている人に向かってバカって思ってる傾向は高いです。ということでね、バイアスについてと合計で昨日と今日合わせて40個紹介をしてきました。で、この認知バイアス、認知の歪みっていうことがあるとどんな問題があるのかっていうのは前半でまあお話ししたって昨日、さっきもお伝えをしたんですけれども、これ自体があることが悪いっていうものではなくて、あってそのまま放置しておくのがまずいですよっていうことなんですよ。っていうのも、自分が思っていることと相手が思っていることとの認知のズレがあったら、当然カップルで考えたりとかすると価値観が違ってて別れたりとか、夫婦だったら離婚っていうのにつながっていくと思うんですね。それが世間一般の人たちとの認知のズレっていうのも起こってしまっていると、それは生きづらくなってしまうっていうところなので、あなたが陥っている今回の認知の歪みっていうのをきちんと洗い出してみた上で、普段違和感を感じている周りとのズレって一体何なんだろうなっていうことに気づくことができて、それを意識的に修正をかけようって思ったら成功っていう感じなので、そこをぜひ目指してもらえたらというふうに思います。ということでね、本日の動画認知の歪み40選の後半20個紹介してまいりました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。